情報収集衛星光学7号機の打ち上げ成功。本日 H2A ロケットによって情報収集衛星光学7号機が打ち上げられ成功いたしました。現在こういった人工衛星を使った中国船の監視計画も進んでおりますが、この光学7号機は光学5号機と比べて センサーが高性能化しており、分解能は30センチよりも高性能だとされております。また、高額6号機と比べて撮影対象を捉える能力が向上されており、さらにデータ中継衛星との通信機能も備え、撮影した画像を直ちに地上に転送できるようになります。 こういった宇宙空間を利用した情報収集は今後さらに重要度が増すと思われますので日本政府には日本が持つ技術力を結集し高性能な情報収集衛星を開発し打ち上げていただくようにお願いいたします以上になります ご清聴いただき、ありがとうございました。